第3アシストでした。あのシーン振り返って解説してください。解説うーん、まあけどキーパーとディフェンスラインの間が空いてたんで、そこに速いボールを蹴ることができれば、まあヘディング強い選手たくさんいるんで、アビスパには、まあそこの相手が嫌なボールを上げることができれば決めてくれるかなと思って、そしたらいいボール蹴れたんでよかったです。やっぱり今シーズンアシストだったり得点だったりとか、そういう、まあ、ゴールに直結する仕事まだできてなかったんで、それをできたのは本当に良かったです。公式戦で勝つことっていうのはやっぱりチームとしても勢い出るとは思いますし、やっぱりこれをリーグ戦につなげていけるように、僕自身もまた、出場のチャンスもらえるように練習からしっかり頑張っていきたいなと思います。